じゃあみんなで古代遺跡行こう。もう飽きた。なんか古代遺跡やっと仙台行かれた、うん、1回しか行けないけど、これボスなんやけんね、みんなでできる。それがね、なんか無限ループできるボスみたいなのあればいいんだけど。古代遺跡行こう。大体どんな MMO でもあるもんね。ちょっと待って、戦闘中終わったら行こう。終わった。イベント戦中終わったら準備する。行きまーす。いや、報酬倍率だって。2倍でいいだろ。いや、多分それやったら速攻終わるよ、俺。1倍だったら。マジ。瞬殺やけん。この前やったよね。マジバカ瞬殺やったよね、アマちゃんね。うん。うん、舐めてたら死んだ。瞬殺やけん、これ。一気に殴ったら瞬殺や、俺。多分瞬殺や、これ。終わったよ。ほら。終わっちゃった。1倍。俺何もしてんの？ 1 倍は弱すぎる。2倍ぐらいじゃなくて弱い。あ、でも、瞬殺やけんさ、金貨30ゲットした。いいね。いいね、え ?30? 俺15なんだよ。私15だった。あ、じゃあ俺が竹取ったわ。15だった。竹取ったわ。あ、やっぱ材料不足だ。まあ、全員。俺も材料ない。全員の消費しちゃうんだ、結局、石板。石板持ってないんだったけん。これどうやってさ、パーティー組みたいよね。パーティーってこういうのしか組めないのかな。いや、でも組めない。難易度高いやつ、行けば行けるけど。ボボガリパーティーできないのか。仮パーティー、そういうの組めれば楽しいんだけど。ね。普通にだってさ、最後の方とかさ、通常マップに出るさ、ボスクソ強いだろ。そういうの借りたいよね。全員で、モンハンみたいな。うん。なんでできないんだろうね。バカだよね、ほんと。バカ外事だよ。外事やけんの？時代の敗北者じゃけえ。また敗北者。俺なんか両親、俺の両親なんかさ、サボるやつもいるんだけど。いる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 、俺もいる。死ねえやと思うんだけど。へっ。おざくないな、サボる日もあるんだったらな。まあ、サボってそれ何する？追い出すよ、もう。めんどくさいから追い出すよ。あ、やばくない？恐怖政治やん、それな。やるの？やらないの？出ていく？働く？みたいな。ボス戦とかもさ、これあれさ、チームできればいいんだけどね。普通のいつも討伐よ、ね、早くストーリー進めろって話。だるいなぁ。クソだるなんだけど、ギルドメンバーがっつりさ増やしてからさ、さっさとこのギルドのあれを貯めたい。あの依頼ポイントを貯めてさ、1000貯めてからさね。ね、早く集まってほしいわ。欲しいめう。そう、ギルドボスなんで、ギルドミッションをクリアして、ギルドボス討伐するのクソだるなんだよ。で、結構報酬がうまいんだよね。ギルドボスの報酬さ、金装備めっちゃあるんだよ。あ、そうなんだ。めっちゃいっぱいある。もう全員寝そうじゃない？大丈夫？寝てない？大丈夫だよ。ヒロポンはわかんないけど。はい、さあ、マイク切って。言ってたから。でしょ、大丈夫。ヒロ君これ寝たやろ。シケ君まだ起きてるよ。うん、起きてるよ。爆音流しちゃろうかと思って。邪魔。爆音準備しちゃった。寝てたらどうすんだよ。寝とったけん、流すんだよ。気持ちよさそうに寝てたらどうすんだよ。知らねえよ。睡眠妨害する人がいますよ。そうそう、大丈夫ですか、ね、妨害してなんぼだよ、水分ってのは。確かに。そう、睡眠学習やね。睡眠オナニー始める人よりかマシだわ。ね、爆発はね、コンプライアンス違反じゃないけど、睡眠のオナニーはね、コンプライアンス違反だよ。うざすぎるんだよ。編集だるくなるけん、あれ。まずなんか、音なかったなきゃいけなくな。そうそうそう。全勝ったね、あのシーン。やば、出た、クザガ教神と1500体討伐。これか、いつ、この前言って、1500体倒さんといけんって言ったやつ。これやば、そう、そういうの。ブラッディ修道院のやつやろ、これ。俺がさ、この前おった。大丈夫。教神とか。じゃあ、教神とね、俺 やめて、あれ、もう、めんどくさくなって。うちやろう、一回。キルパクされまくって、切れた、俺マジで。でも、ブラッディース、修道院結構マップ広いけんさ、場所選んだら、場所選んだら多分これキルパクされないよ。探そう、いい場所。絶対これいい場所あるけん。ブラッディ修道院。なこれ入り口らへんで行くよね。教神とも、私、その後も結構ある。今、俺も、今やってるやつも1500体討伐の。レッドオークも1500だよ。そう、気持ちいいね。レッドオークもやった。そう、気持ちいい、気持ちいい、気持ちいい。なんかもう、4桁いったら気持ちいいもん、俺。脳汁やばいよ、その。なんか、キャラがね、勝手に殴ったんだけど、その辺の雑魚。やめろ、ほんと、殴るの。殴る気ねえから。あ、ここもめっちゃうまくない？もうマジでウケんだけど、スカルさん。何が？なんで？面白いよね、ほんとに。なんで？聞いてるだけでなんか面白い。何が？なんかね、何も考えてない感じが面白い。あ、ほんと、よかった。うん。ね、まあ、つまないとはできるよりはマシだもん。そうね。うん。適当に生きとる。大事よ、そういうね、脳天気な人が必要。今日一回も声はしてないよ。それな？いや、これ荒野行動じゃん、これ。荒野で行動してる。いつも確かに心は荒野だよ、ほんとね。
いやさすが俺ら意識高え。そうそうそう。もう刀で切ってるだけだから。いやー今日小屋ど小屋どキルシュー取ろっかな。そうそう。俺らクロスボウ打ちまくってるだけだから。ね動画ちょっとさシルッとキルシューみたいな感じでやってさね次週出したんだけどお前。アホコドの瓶っていうね釣った魚をねこれ一段で流す。使ってる BGM は NS 仕上げ結構ねちゃんとした BGM っていうちゃんとイントロも使って作ってる。多分ブラティシュートに結構広いけんさ。キルパクされる場所はキルパクされるけど、されない場所はされないよ。でも入り口で鍵をだけあるじゃん、キルパクされるんだよ。これね、ブラッディシュートに真ん中の方さ、キルパクされんし、しかも、脇数がバカ多くて、これ死にそうなぐらい出てるんだけど、これやばい。自動狩りしてると、多分無理。自動狩り死ぬね、これね。近距離制、してると結構、パクられる。あの、AI が勝手にさ、なんか、決まったところに行くじゃん。途中でやめちゃうもんね。途中でなんか、諦めちゃうんだよ。そう。そうなんだ。あ、今日釣りやってたらさ、放置してて見たらさなんか魚が釣れませんでしたっていうか投げた瞬間に釣れませんでしたとか言われてなんでこんな釣りまくったからかなと思ってあれじゃ途中であのなんか PK プレイヤーが現れたんじゃないそれでダメージが入ってからノックバックしちゃってみたいなあーなるほどありそうじゃんあうぜカエルがうぜんだからなんかこの敵はお前に役に立たないみたいな知らねえよバカお前が一番役に立ってるんだバカ思ってね、能力だけ渡して黙っとけって感じよね。ほんとドラえもんにあるよね。扉だけ渡して、扉だけ俺に渡したから消えろって言ってるんだもんよ。のび太くんがさ、そうドラえもんもう鬱陶しいとか言ってる感じ。ポケットだけくれやみたいなね。四次元ポケットだけ置いて帰れみたいな。お前なんかね、シリみたいなうぜえやつなんだよみたいな。シリもオフにするだろ、お前って。そう考えたらなんかね、普段はさ、のび太くんがさ、ね、ドラえもんをうざがる理由がわからんけど、俺らシリをうざがってるけん、みたいなもんだよね。シリ使ってないからな、設定してないからわかんない。いや、うぜえけんほら、設定せんじゃん。ね、ドラえもんうぜえと思うのも、多分同じ気持ちだよね。必要としてないからな。そうそう。へい、シリ言えて。ゾルタクスゼイヤーについて教えてって。なんかこのさ、ブラッディ修道院のさ、机と壁に挟まれてなんか死にそうになるとかあるんだけど。ああ。壁際にね、机があって、その間に挟まって死にそうになる。で、そこの、スクエット株に挟まれた自分の前に敵が来たらマジで挟まれてね、ジャンプスキル使っても出れなくなるっていうね、不具合がある。リンチマジでやら。マジでリンチやら。死ぬもんね、一気に1000ぐらい削れて死ぬっていう。ね、こんな弱い奴らを相手にして肩張ってんのかっておられてんだけど、どうする？いや、そいつよ。それは、それが俺がうざいちょって変えるのは。ね、どうする？かすあおられてるよな。まあ、死ねて殴っていい？ちょっと死ねってもあんこいつマジ変える。ね、殴っていい？いいよ。殴りたいんだけど。殺していい？殴るよ、これ。見てすらないからな、ね、そうぜ。なんか言われてんのかなって。いや、そのポイントフレンド増やしとこうかな、一応。なんか有効ポイントもらうためだけに。そう、俺もだけ増やしてるよ。全部許可してる。全部許可しとこう。相手の友達が多すぎます。てめえ、殺すマジで。出たー。それ俺も全員なくて、俺。とりあえずみんなさ、増やしてるよね。マックスまで。とりあえずね。いや、11分の4って書いてる。あ、11人いるってことか。俺のフレンドに。フレンド11人って少ねえな。小学生の友達多い。友達100人できるかなって言うのにさ、11人とか恥ずかしくないな。ね、大丈夫？歌ったその歌。100人で食べたいなって、日本の女を人と鬼って言うじゃん。それを幼稚園児が言ってんのはマジでかい。問題です。それ俺が歌ったら殺されるからな。ね。ね。だから俺はもう笑ってあげる。俺の墓建てて？ん？やだ。やば。たっちゃんは墓。はっかってあれあのお見舞いに行くわお見舞いじゃねえやお供えに行くわ墓荒らされそうな何がいい何備えればいいじゃあ俺あのあれ備えとくわあの遊戯王のさカードトラップカードのさ2000ライフ払ったらあの敵の魔法をゲットできたあの墓荒らしって名前のカードいや死者蘇生置いといて蘇生をじゃあ俺あれだわ魔法置いとくわでも遊戯が言うってあの死んだ人は生き返れないんだよって死者蘇生使いながら言うってむっちゅん今日こうやログインしたいや俺は配信があるからあそこそこあ俺もしたさっき一応したログインだけした最近そういえばやったわ AWM 入りちょっとやった AWM 入り入ったね通常マッチング一回待ってんけど俺もゼロ戦なんだけど俺こうやめるんですかって言われたいややめやせんけどさ周りがしないからせんよみたいななんでお前らに言われて戦闘権だからみたいなもんだけどな確かに。やめるんですかってやめないでしょ、そう簡単に。ね、やめるのミーも言われたもんね。引退するんですかって。引退するんですね。言われた。やばいよな。ダメなそう、簡単に引退させるからみんな。
やめてほしいのかもよ、ワンちゃん。やめるときはなんか、しかも引退宣言せんといけんだろ、後夜会は。意味わからんけど。そうだよ、ちゃんと引退するって言って戻ってこないとダメだからね。そしたらなんか炎上するんだろ、意味わかんないよ、ほんとに。引退宣言とかするけんダメなんや、せんかったらいいや。やりたかったらやら、フェードアウトやればいいじゃん。バイバーイって言ってね。俺も普通に、俺普通にフェードアウトやめます。何も言わんでさ、ある日せんくなるみたいな、そんな感じで、うん、やってないよってなるだけだよね。やってないですかって言ったら、あ、最近そういえばやってないなってのでずっとね半年ぐらい言い続けるっていう。最近もう領域を超えてる。なんでだろう、結構なんか忙しいからかなみたいな、ぼやかすって、ね、バン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 動画上げてる別ゲーの忙しいかなって。パブ G やめた時とかもそうやったもんね。最近出してなくないですかって言われたけんさ、ああ、だから忙しいけんなって言ってごまかす。ああ。やる時間ないんじゃねえのなゲームみたいな。やっぱ別にやってなくないとか言われないな。それな、俺も言われないんだけど。これやってなくないとか言われないもんな。おためちゃんさ、なんか悲しいよね。ミーとストラさんをさ、言われるのに。底辺は底辺で手結んでよって。それは、こっち頑張って一応ぜ。こっちが努力した結果や、それは。努力したから通じてついてもう努力してさ、なんか5日前ぐらいに配信したんだけどな。毎日セント、毎日1回しかやってないんじゃん。毎日配信やってないからやめたっていうのは違うよ。またこれカエルがじゃない、なんかバカにしてくれるんですよ。めっちゃバカにすんじゃん。これ知りたいんだけど、こいつを消す方法黒い精霊を消す方法。そうそう、エクセルのいくらぐらい、エクセルのね、イルカぐらい、ね、イルカぐらいうざいんだけど。